カットライン。俺の名前はヒロシ。ついこの間までフリーランスでエンジニアをしていたのですが、会社を経営しているおじに頼み込まれて自社開発エンジニアとしておじの会社へ就職することに。大平ヒロシです。開発部に配属になりました。よろしくお願いします。みんな今日はよろしく頼むぞ。実はヒロシは私の甥っ子にあたるんだが、ひいきなどはせず他の社員同様に接してあげてくれ。そうしておじの会社でシステムを開発すること数ヶ月、周囲の環境にも慣れ始めた頃。大平さんってめっちゃタイピング早いっすよね。なんでですか？おお、子供の頃寝る間も惜しんでファミコンで連打の練習したからかもな。ファミコンってなんすか？昔の家庭用ゲーム機だよ。当時プロゲーマーの高橋名人って人がいてさ、その人の連打がめっちゃ早いんだけど、高橋名人に憧れて友達みんなこぞって連打の練習してたんだ。へえ、じゃあ大平さんも連打早いから大平名人っすね。よせよ、俺なんて遠く及ばないよ。あ、そうだ、実は俺こっそりゲーム持ってきてるんだけど、ここにバーチャルコンソール版のファミコンのゲームが入ってるんだよ。休み時間に一緒にやってみるか？マジっすか？やってみたいっす。ところで、ずっと思ってたんすけど、大平さんのキーボードなんかデザインかわいいっすね。お、見る目あるな君。実はこのキーボードファミコン風のデザインなんだよ。可愛くて買っちゃったんだ。こんな感じで社員とも打ち解けて、それなりに仕事にやりがいを感じていました。しかし、あいつまだ入社して日の浅いペーペーだってのに、休み時間とはいえゲームなんかやりやがって。営業部の出本部長だけは俺のことが気に入らなかったみたいです。よし、バグ修正完了っと。あとは軽くメンテナンスして。さすがは大平名人、相変わらず恐ろしく早いタイピングっすね。あれじゃなきゃ見逃しちゃうっすよ。ほらほら、人の画面覗き見してないで早く仕事しなさい。ん？あいつのキーボードファミコンに似てないか？ではあいつ仕事中まで遊んでるんじゃないだろうな。おい大平。まあ出雲と部長、お疲れ様です。どうしました？仕事中のファミコンピコピコしやがって、いいご身分だな。社長の甥っ子だかなんだか知らんが、俺はひいきも甘やかしもしないぞ。え、ああはい。っていうか俺ちゃんと仕事してますけど、これはファミコン風のデザインのキーボードですよ。そんなもんがあるわけないだろうね。もっとマシな言い訳を考えろよ。はあ、はあ。まあいい、今そうなお前に仕事を恵んでやる。今作ってるこのシステムをもっと使いやすくしろ。こうガーッとやって、うわーっと一覧で見られるとか。ちょっと何言ってるかわからない。日本語でお願いします。めちゃくちゃ日本語だ。つまりここの部分をもっと綺麗にして。その後も出雲と部長はシステムへの文句をつらつらと重ね、それを直すようにと俺に言いつけましたが、部長、綺麗にするだけならまだしも、そんな会社は無茶ですよ。システムをほぼ最初から作り直すことになります。それに後々のことを考えたら今のままの方が使いやすいですし。分かったぞ。お前さてはできないからって適当な理由つけて断ろうとしてるんだろう。さすがはコネで入社しただけあるな。いや、そういうわけじゃなくて、だいたい今ご提案いただいた改修案の中には物理的に無理なものもありましたし。うせえ、いいからやっとけ。いいか、絶対サボるんじゃないぞ。はあ、サボってないんだけどな。という感じでちょっと嫌な上司に絡まれたりもしていますが、仕事自体は概ね問題なく進んでいました。そんなある日。ヤズマドカです、よろしくお願いします。俺は大平ヒロシです、よろしくね。ヤズさん、じゃあまず仕事の説明と、うちで作ってるシステムの内容を見てもらおうかな。はい。うわーすごーい。社長から聞いたんですけど、今使ってるシステムってほとんど大平さんが作ったんですよね。まあ、ほとんどってのは大げさだよ。俺は骨組みを作っただけだよ。でもすごいですよ。コードも綺麗にまとまってますし、修正もしやすい。この部分なんか、一層美しさすら感じますよ。ありがとう。ヤズさん、システム作るのは好きそうだね。
はい、私高校も大学もずっとシステムばかり作ってました。だから実際に仕事ができるのとても楽しみです。頼もしいな、これからよろしくね。はい。くっそー、大広のやつ、仕事もできないくせに若くて可愛いこと仲良さそうにしやがって。だいたいなんであんないい加減なやつが若手から好かれて俺が煙たがられるんだよ。おい大広、相変わらずファミコンでカチャカチャ遊びやがって、ええー、ご身分だな。出雲と部長ですから遊んでませんって。あ、お疲れ様です。大平さんは私に仕事を教えてくれてたんですよ。どうだかな、こんなやつよりも俺と話した方が仕事の実りがあると思うぞ。あ、そうだ、今日一緒にランチでもどうかね。嬉しいお誘いですけど、お弁当があるので。そう、あ、じゃあ今度一緒にお酒でも飲みながら。お話中のところすみませんが、ヤズさんは仕事があるので。ヤズさん、この仕事をお願いね。あ、はい、それでは失礼します。こいつ、どこまでも邪魔しようってからに。夢に見てろよ。それから数日後、社長が取引先との商談のため数日会社を留守にすることになったのですが、出雲と部長はこれを好機と見たようで。おい大広、これ営業部からシステム部への要望をまとめたリストだ。明日までに直しとけよ。中には参考になる意見もあるけど、ほとんどが無理難題というか、俺を困らせるためのものだろうな。はあ、とりあえずコーヒー入れてきます。仕事中にコーヒーブレイクとはたるんだろうな。そうだ、今のうちにちょっと仕事を邪魔してやろうか。ガチャガチャっと。とりあえずできそうな回収を進めて、難しそうなのはちゃんと説明してって。何してるんですか。うわあ、システムが。何がシステムがだよ。みたいな顔してるけど、社長の甥っ子ってのを盾にどうせファミコンで毎日遊んでるだけなんだろう。そんなやつうちの会社に必要ないんだよ。ですからこれはそういうデザインのキーボードなんですって。俺は普通に仕事してますよ。はいはい、わそつつげ、文句があるならもう明日から来なくていいよ。ファミコンで遊ぶだけならやめちまえ。はあ、出雲と部長はそんなに俺が気に入らないんですか。わかりました、じゃあ俺やめますね。お世話になりました。できるだけ気にしないようにしていましたが、さすがに毎日嫌がらせを受けてフラストレーションが溜まっていたのか、俺は言われた通り退職してやることにしたのです。引き継ぎ資料をヤズさんに送っといてっと。これでよし。ヤズさん、俺明日から数日有給でいないから、もし何かあったらこの資料を見て対処してね。わかりました、頑張ります。やめることはまだ伝えないでおこうっと。その日俺は引き継ぎ資料を丸一日かけて作り退社、数日間の有給を消化して休みつつ退職届を作成し、休み明けに叩きつけてやろうと企んでいました。一方その頃、俺が会社にいない間のシステム開発部はというと。ん？俺、大変だ、システムがバグってる。そんな、どうして。どうやら俺がいないタイミングで悪くシステムがバグってしまったようで、まともに仕事ができなくなってしまったようです。そうだ、大平さんが置いてってくれた資料、これを見ながらみんなで修正しましょう。さすが大平さん、よし頑張るぞ。おい、システム開発部、会社のシステムが使えなくなってるぞ、どうなってんだ。すみません、システムが調子悪いみたいで。早く直せ、これじゃ仕事ができんだろ。はい。数日後。もうちょっとのはずなのに、あと一歩のところでバグが消せない。もう3日もシステムが動いていない。これどれだけの損失になるんだ。この役立たずどもが、いつになったら治るんだ。ただいま戻ったぞ。って、どうしたんだお前たち、顔が真っ青だぞ。社長、
実はカクカクシカシカでシステムが動かないんです。なんだって？3日も動いてないとなると損失は3億はくだらないぞ。おい、ヒロシはどうしたんだ？あいつなら。あいつなら仕事中もファミコンで遊んでたので先日辞めさせましたよ。社長も甥っ子だろうが普通に接するようにとおっしゃってましたし。なんてことだ。嘘ですよね。このバグ絶対大平さんじゃないと直せませんよ。部長、何してるんですか？だってあいつはただファミコンで遊んでるだけで。バカ者！ヒロシは確かに私の甥っ子だが、世界中から依頼が舞い込むほど優秀なフリーランスエンジニアなんだぞ。私が頼み込んでなんとか入社してもらったんだ。だいたいうちの自社システムはほとんどヒロシの手によって作られてるんだぞ。うちの業務効率が大きく上がったのはヒロシのおかげだ。そんな。社長、いつもと部長はいつも大平さんに無理難題を押し付けたり嫌味を言ったりしてひどい扱いばっかりしてたんですよ。だいたいシステムのしの字も知らない素人が偉そうにあれ直せこれ直せってほぼ嫌がらせですよ。これは一体何の騒ぎで？あ、大平さん助けてください。実はカクカクシカジカで。俺は退職届を出しに来ただけで。ヒロシ、そこまで追い込まれることに気づけずに申し訳なかった。だが頼む、助けてくれ。いつもとはクビにするから退職は考え直してくれないか。当たり前だろうが。ヒロシは甥っ子である以前にうちの優秀な社員なんだぞ。部下を大事にできない上司は会社にとって不利益でしかない。そもそもヒロシを追い出すような真似をしなければシステムのトラブルで何億もの損失が出ることもなかったんだ。今回の損失は全てお前のせいだ。それは頼む、ヒロシ、力を貸してくれ。わかりました。退職するのは考え直します。とりあえずシステムを直すのが先決ですね。少し待っててください。それから数十分後。治りましたよ。もう？おお、さすがはヒロシだ。いえ、こんなに早く直したのはタズさんや田辺さんがある程度修正してくれていたからです。俺は軽く手直しをしただけですよ。一緒ついていきますよ。ヒロシ、本当に助かった。ありがとう。いえ、俺こそ急に辞めようとするなんてちょっと大人げなかったですね。ここ数日の損失は半年以内に取り返しますので、これからもよろしくお願いします。皆さん、みんな俺のことを無視しないでくれよ。クビはやだよ。その後、もともと名前だけの管理職で大して仕事もできない人だったということもあり、社長の宣言通り出本さんはあっさりと仕事をクビになりました。昨今電子機器をすべてファミコンと呼ぶような時代遅れのおじさんの再就職は難しく、後日シワシワのスーツでハローワークに通う彼の姿が目撃されるとかしないとか。一方、俺は今日もお気に入りのキーボードで損失を取り戻すべく仕事に励むのでした。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。